サイウオカは、タラモクにところ属する魚類の分類群の一つ。サイウオ族のみ一族で構成され、斎王など、中層遊園性の魚類を中心に15種が、記載される。加盟の由来は、ギリシア語のブレイグマとケラスから。サイウオカの魚類は、インド洋、太平洋、大西洋など、世界中の熱帯、亜熱帯の海に広く分布する。その多くは、海水魚であるが、 稀に河口などの寄水域に進出する種類もある。生息範囲は広く、沿岸から外洋、氷層から深海にまで多岐にわたる。本家はあまり研究が進んでいないグループの一つで生態についてはほとんどわかっていない。訂生性の魚類が多いタラメの中では、例外的に海底から離れた中層を漂って生活すると見られている。最用家の仲間は、 左右にやや平たくがわ平たした細長い体型を持つ。全長は最大でも1 2トル程度で、多くは1 0トルに満たない小型魚類である。顎髭を持たず、鱗は比較的大きい。側線は背側を走行する。隙骨に葉を備え、浮き袋は地脳と連絡しない。飼魚の形態は他のタラメ魚類と類似するが、変態の過程は緩やかで、 直接発生的である。背びれは二つあり、うなじに位置する。第一背びれは細長く伸びた一本のヒレ状からなる。第二背びれと尻びれの規定は長く、いずれも中央部の竹が低くへこんだ、特徴的な形をとっている。腹器は五難状で頭部の元に位置し、外側の三本は気膜を持たず非常に細長く伸びる。椎骨は十三から十九個。最後かには、 ネルソンの体系において一族15種が認められている。本校ではフィッシュブイスに記載される14種についてリストする。種の同定を含め、本家の分類に関する知見は不十分で、全体的な再検討の必要性が指摘されている。西洋左右を。三体用の熱帯域に広範囲に分布する種類。本家魚類はヒレの形態に特徴がある。ありがとうございます。